はい、どうも、ジョシュルキッチンです。今日はですね、牛すじを使ってワインと非常に相性がいい市販のハヤシライスの素、ルーですね、ああいったものは使わずに作る絶品ハヤシライス、こちらを作っていきたいと思います。ですが、その前にチャンネル登録と高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。それでは材料紹介をまずはしていきたいと思います。まずは今日は牛の細切れとかではなくて、こちらの牛すじですね、こちらを使っていきたいと思います。それからここはバターですね、バターと薄力粉で、カットトマト缶にマッシュルーム、それから玉ねぎですね、と赤ワインと、こちらがケチャップで、今日はとんかつソースを使っていくんですけども、もしなければ中濃ソースとかウスターソースで代用していただいて結構です。それから蜂蜜とオリーブオイルで、黒胡椒に、こちらが塩ですね、それとじゃあ水、以上の材料を使って今日は牛すじで作るハヤシライスですね、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたら今日は牛すじをまずはしっかり焼いていくんですけども、もう今回はあらかじめこのぐらいの3、4センチ角ぐらいですかね、の大きさぐらいに全てカットしてあります。なのでまずは肉をこういった一口サイズぐらいにカットしていきましょう。今日はこういった中華鍋でやっていくんですけども、油は敷かずにもうそのまま牛すじをカリッカリになるまで焼いていきたいと思います。はい、そしたら牛すじを入れていきます。入れていただいたら火にかけていただいて、まずはしっかりと牛すじをこう香ばしく焼いていきたいと思います。でこう焼いてると油がどんどん出てくるので、油は今日は敷かずに焼いていただいて大丈夫です。はい、こうやって油がすごい出てくるので、この余分な油は途中捨てるようにして牛すじを焼いていきたいと思います。はい、これぐらいにこうカリカリに香ばしく肉が焼けたら火は止めていただいて、ザルボウルなどにあげて、さらに余分な油は切っていきます。そしたら再び火にかけていただいて、水を加えてデグラセして、鍋にくっついたこの肉の旨味ですね、こちらをこそげ取っていきたいと思います。そしたら今度は鍋用意していただいて、先ほどデグラセしたこの旨味ですね、加えていきます。それからしっかりと油を切ったこちらの牛すじを加えていただいて、牛すじが被るぐらいの水を加えていきます。そしたら火にかけていただいて、はい、沸いてきたらアクと油をここで丁寧にしっかりと引いていきます。アクもですけど結構油も浮いてくるので、ここでしっかりと引いてあげないと仕上がりがかなりこう油でベタベタなハヤシライスになってしまうので、油はしっかりと取っていきます。はい、アクと油がきれいに取れたら蓋をして、肉が柔らかくなるまで煮込んでいきたいと思います。はい、煮込んでいる間に玉ねぎは皮を剥いて薄くスライスしていきます。はい、そしたら続いてマッシュルームですね。マッシュルームも泥がついていたら軽く落としていただいて、でこの軸ごと薄くスライスしていきます。しっかりともう柔らかくなったら、こちらは火を止めて一旦このままにしておきます。はい、続いてフライパンに用意していただいて、そこにオリーブオイル垂らしていただいて火にかけていきます。そしたらまずは玉ねぎを炒めていきます。今日は玉ねぎはこうしんなりする程度に炒めていただければ大丈夫です。
玉ねぎが少ししんなりしてきたら、ここにマッシュルームを加えていきます。はい、マッシュルームにも火が入ってきて、マッシュルーム自体もしんなりとこうしてきたら、ここに薄力粉を加えていきます。薄力粉を加えることによってとろみがしっかりとつくようになるので、ここで粉っぽさをなくすために薄力粉にはしっかりと火を入れておきます。全体を混ぜるようにしながら粉にしっかりと火を入れていただいて、フライパンの底にちょっとこう当たってくるぐらい粉にしっかりと火を入れられたら、こちらの肉を煮込んだ鍋の方に入れていきたいと思います。はい、加えたら一度下からしっかりと混ぜていただいて、ここに赤ワインを加えていきたいと思います。そしたら火にかけていただいて、沸かして煮込みながらアルコールを飛ばしていきたいと思います。はい、そしたらここでもアクと油は引いていくようにしてください。大体10分ほど煮込んでアルコールも飛んできたので、そしたらここにトマト缶ですね、加えていきます。で、今度はトマト缶の酸味を飛ばしていくようにしていきます。はい、トマト缶も加えてしっかりと煮込んで、こうトマト缶の酸味も少しこう飛ばせたら、ここでようやく味をつけていきたいと思います。はい、まずはとんかつソースですね、こちらを加えていきます。それから続いてケチャップ、それとコクを出すための蜂蜜ですね、加えていきます。それから塩加えていただいて、ここにたっぷりめの黒胡椒ですね、加えたらしっかりと混ぜていきます。はい、調味料も加えていただいて、さらに煮込んで少しだけ煮詰まってきたら、仕上げにバターですね、加えていきます。バターを加えてしっかりと全体に馴染んだら、ここで味見をしていただいて、味が足りないようでしたら塩を少々加えて味を整えていきます。で、味が整えられたら完成ですね。お皿に盛り付けていきたいと思います。で、一晩寝かせていただけると味がさらに馴染んで美味しくなるので、カレーと一緒ですね、一晩寝かせてから食べるのがおすすめですね。それでは盛り付けていきたいと思います。まずはご飯ですね。ハヤシライスといえばやっぱりハヤシライスって言ってるぐらいなんで、ご飯持っていただいて、ルーの方を持っていただいたら、仕上げに黒胡椒していただいて完成ですね。それでは食べていきましょう。ではいただきます。今日は市販のハヤシライスの素などを使わずに作るハヤシライスなんですけども、比較的どこのご家庭にもある食材を使って作れているので、動画を参考に作りやすいかなと思います。ではいただきます。うん、美味しい。濃厚で、これ一晩置いたんですけども、味がだいぶこうこなれた感じがあって、めちゃくちゃ美味しいですね。ワインとの相性も本当にいいですね。今日は市販の素を使わずに牛すじを使って作るハヤシライスなんですけども、ワインと合わせていただくのも非常におすすめな料理になっていますので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。ワインと相性は本当に抜群ですね。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。